白石さんの公演劇にこそお越しくださいました。公演劇に初めて今日お越しいただく方もいらっしゃるんですが、初めて言うんですが、公演劇って公演と演劇を組み合わせた公演劇という新しいスタイルで予定しています。おかげさまで今回で45回目にもう何回も分からなくなっちゃう。44回目になりますからですね。私仕事はリラクゼーションサロンテレサという自宅開放型のサロンを自宅サロンでセラピストとして働いてですね、お客様がね、お帰りになる際におっしゃるんです。白石さんの笑顔を見るだけでとても元気になりますっていうことをね、言っていただくんですね。その言葉を受けるだけでとてもこう、これに一日いいお仕事をさせてもらったなっていうふうに思うんです。という話ですが、今までまでね、お仕事させていただいてるんですが、まずはそうですね、今から3年ほど前ですね、一切笑うことがなかった、もう笑顔を忘れて生きていく、そんな毎日過ごしてますね。笑ってないっていうことを気づかせてくれた、それは主人のたった一言の言葉だったんですね。ですよ。そして25歳の時、逆に離婚した25歳の時、私が何をしていたか、ちょうど演劇にハマっていた時ですね。23歳でお芝居を始めまして、お芝居の世界にどっぷりハマって、もう公演前になると、もう自宅、職場とお芝居の稽古も家にも寝に帰るだけ、そんな日々が毎日繰り返すのが続いています。さすがにね、見るに見かねた父親が私にこう言うんです。まあ、ないかに言うと、しっかりせんか芝居をしてないんだっていう、それがじゃないよ、ちっと落ち着かんか。わかりますね、これ日本語ですよ、鹿児島弁ですよね。通訳しますと、お前何考えてんだ、少しはしっかりしろ、芝居なんかにしてお前それが何になるって言うんだ、少しは落ち着かないか。それを受けて私が、だよね、お父さん、私も心を入れ替えて芝居なんかやめるよと言っていたら、今の私がここにいないだろうなってそう思うんですよ。そして仕事は金融機関に勤めていました。私金融機関っていうキャラじゃないじゃないですか。なのでちょっとお断りしようかなって思ってるんですよ。生意気ですよね。私その当時お金が商売商品となる、もう随分だったんですけどねお金が商品っていうことよりも人と人の触れ合う、そんな仕事をしたかったんです。なので、私ってどちらかというとホテルマンとか接客業を充電した仕事に勤めたかったんですね。なのですぐお断りして、違う方面で就職活動を始めたんですけど、ところがその1年2年そこいら働いてれば、私も寿退社していい人と出会って寿退社して、それまでの腰掛けとしてこの金融機関に強いんだろうと思ったんです。まあわからないもんですね、人生なんてわかりませんよ。2、3年って思ってたのがそこから17年勤務していました。途中に私の白馬で飲んだおじさまどこから現れるのかなって探したりもしたんですけど、なかなか現れなくて、その視点がまた忙しいところでですね、もう
11月の中旬だったんですけど、もう金融機関だったらボーナスシーズンですよ。船でこれぐらいの大きな地図を抱えて夕方になると営業に回るんですよ。そしてまた8時9時ってなって自然に帰ってきて、積もっているこんな仕事を、残る仕事を処理して帰る。もう毎日そんな生活が続いて、私自宅と職場の往復っていうのが一番嫌いだったんですよ。で、近くて毎日笑っていただきたいと思ったので、月曜日はフライ教室、火曜日はフラワーアレンジメント、水曜日はプール、木曜日は芝居の稽古、金曜日は着付けの教室っていう風にお友達と会って楽しいことして、それで一日の終わるっていう、それがすごくすごい充足感に満たされた。そして家に帰って食欲もなく、そのまままたんと眠って、疲れが取れないまんま、また翌朝重い体を引きずって会社行く。そして、頭痛が始まって、頭痛が始まって、時には片頭痛が始まって、それでも鎮痛剤を飲んで、そして時には食欲、バランスのいい食生活を保ててなかったので、ビタミン不足で口内炎がいっぱいできて、もう最高4個5個って同時にできて、でそれでも毎日働いてたんですね。連日で休んだってことがなかなか言えなくて、